あなた昨日どこ行ってたの？うるせえな、仕事だよ。いつも夜遅くに帰ってきて、待っている私の身にもなってよ。仕事だから仕方ないだろ。嘘おっしゃい、本当は女のところに行ってたんでしょ？そんなわけないだろ。俺は夜遅くまで働いているんだぞ。だからって昼間からお酒飲んでいいの？みっともないわよ。ごちゃごちゃうるせえよ。酒くらい飲ませろよ。それと、この酒は俺が稼いだ金で買ったんだぞ。好きにさせろよ。あんたはいつもそんなこと言って、やっぱり女作ってるんでしょ？うるせえ、生意気なんだよ。殴ったわね。ああ、そうだよ。もうあんたにはうんざりよ。あんたなんてクズよ。もうあんたの顔なんか見たくない。出ていくわ。け、勝手にしろよ。その前に、なんだよ。一発殴らせろ。はあ、何言ってやがる。ああ、すっきりした。それじゃあね、永久にさようなら。いてて。思いっきり殴りやがって。お姉ちゃん、これからどうしようか。ゆうめさんを誘ってご飯食べに行きましょう。賛成。お父さん、公園でキャッチボールしよう。よし霊夢、久しぶりにやろうか。やったー、プマちゃん。母ちゃん、プマちゃんどこに行ってたの？探したのよ。友達と空き地で野球してたんだ。あら、そうなの。早く帰ってご飯にしましょう。あのなぁ、よく聞けよ。うん。お前の家隣だろ。人の家覗いてんじゃねえよ。あは、あはははははは。フライ遅いわね。妹様はそろそろお戻りになりますよ。お姉ちゃん、昨夜。おかえりフラン。おかえりなさいませ妹様。で、どうだった？あのねぇ、キネイマルさんがついに奥さんに逃げられた。え、本当に、ついにやったですわ。早く見に行こう。実証あのガキ。ほら見て見て、一人ぼっち。これがダメ男の末路ですわ。あなたついに逃げられたんですって。どうしようもないダメ男ね。ほっといてくれよ、実証。こうしてキネイマルは近所の笑い者になりました。めで